パースタートライアル今日が2回戦。ここから熱戦の火蓋が切って落とされます。1番永井大輔、2番佐藤真也、3番青山周平、4番篠原敦史、5番浦田俊介、6番中村雅人、7番山田達也、8番荒尾聡の8人です。全国ナンバーワン青山周平1番人気、その青山、さらには最内の1番の永井、今日はスタート全神経集中、思い切って切っていくと話していた永井。11レースの発走でございます。5秒を切ります。スタートまでは3秒前。スーパースタートライアル2回戦11レーススタートしました。インコースから永井がスタートを決めていきました。さらには佐藤真也、センターから篠原敦史、青山スタートはいけませんでした。外から中村も上々なポジションですが、少し前が壁になった。内側から青山が篠原を捉えて、さらには佐藤真也のイン側を狙っています。ホールショットは永井大輔、永井が苦戦を制しました。2番手佐藤真也、青山の強襲を食い止めて、佐藤真也が2番手の位置であります。そして3番手に青山の姿があります。先頭は永井、佐藤真也が負けない足色、そして青山周平が佐藤真也の内を狙いますが、いかんせん前がつながっております。さあこの位置を守ることができるか。佐藤真也2番手の位置、先頭は1番の永井大輔。初戦は6着大敗でありました。今日が正念場と話していた永井が逃走態勢を作っています。2番手佐藤真也、そして3番手大青山がまとめて捉えた。3コーナー一気にまとめて貫通しました。仕掛けを試みた青山周平が先頭に上がりました。逃げ切るスピードはないのか。永井は2番手の位置であります。3番手佐藤真也、4番手に篠原敦史、そして荒尾聡が5番手の位置。なんと中村は最後尾、8番手に甘んじる格好になりました。3番の青山がやはり道中戦抜け出しまして、レースの主導権を握っています。永井大輔この位置は守れるのか。3番手から佐藤真也、足色では決して永井には負けないものがあります。さあ2番手争いは1番の永井に佐藤真也、ワンチャンスあるかというレースの中盤戦です。4コーナーを立ち上がると周回ワンワン、残り周回3周を示しています。さあここで永井の内を佐藤真也が指していく。永井はどうした、永井はどうした。3番手に交代しています。さらには篠原、荒尾というところが1番の永井を捉えにかかっている。いつもの強い敵の永井の姿はここにはありません。4コーナーを立ち上がりまして、今度は荒尾が3番手を攻めに行こうとしています。残りは2周回、先頭は青山周平であります。2番手には2年連続のファイナルを目指して佐藤真也であります。3番手篠原敦史、荒尾が4番手から猛チャージであります。さあタイガン並ぶのか、タイガン並ぶのか。浦田俊介も永井を捉えた。なんと永井はずるずる6番手当てまで下がる勢いであります。さあ3番手争いは篠原がわずかに優位で運んでおります。外から荒尾聡、さあ渾身のまくり。最後のコーナーでは篠原を荒尾がまくり切った、まくり切った。先頭は青山周平、ゴールイン、連勝ゴール。そして2番手ゴールは2年連続大晦日へ。今日の2日目大きく前進、2番の佐藤真也。3番手ゴールが最後の最後、まくりを決めた荒尾聡、青山、佐藤真也、さらには荒尾聡と入りました。11レースのスーパースタートライアルご覧いただきました。第11レースの確定です。1着3番青山周平、2着2番佐藤真也、3着8番荒尾聡でした。1着になりました青山選手の競争タイム 3.341、 通算564勝目を挙げています。青山選手1着おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝単式3番2番1270円6番人気、2連勝複式2と3の組940円4番人気、3連
いよいよスーパースタートライアル2回戦、もう一つの組み合わせ、12レースの発走の時を迎えます。1番鈴木圭一郎、2番金子大輔、3番森勝幸、4番高橋光、5番早川誠太郎、6番伊藤信夫、7番佐々木圭、8番有吉達也、以上の8名による対戦です。先ほど青山周平が2連勝を遂げました。当然この人にかかる期待も大きい鈴木圭一郎、1番人気。そして昨日は青山周平と死闘を繰り広げた早川誠太郎、今日は鈴木圭一郎と対峙する、そんなシーンが見られるんでしょうか。12レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまで3秒前、スーパースタートライアル2回戦12レーススタートしました。インコースから鈴木圭一郎がスタートを決めていきました。文句なしのトップスタートは有吉が外から車を伸ばしてまいりますが、1番の鈴木圭一郎の番手には2番の金子大輔、そして有吉、その後ろには3番森、内をついて上がろうとしています。外から伊藤の棒がまくって3番手に上がりました。1番の鈴木圭一郎が逃げる体勢を作りました。ボールショットからリードを作れるかどうか。2番手に金子大輔、3番手には伊藤信夫、さあ浜松勢が上位を固める形になりました。4番手森、ちょっとタイヤが滑っています。中段5番手には佐々木圭が上がりました。1番の鈴木一郎が先頭です。2番手を狙えるか伊藤信夫、まだ狙えません。2番手は金子大輔、伊藤信夫3番手、そして4番手森克幸、さらには佐々木圭、高橋光、早川誠太郎はなんと7番手の位置であります。最後方有吉という並びになりました。1番の鈴木一郎をちぎるような展開にはなっておりません。金子は2番手からうまく追走する展開になっています。3番手伊藤信夫、おお、金子大輔、ワンチャンスあるのかどうか。1番の鈴木一郎、1番の鈴木一郎に対しまして金子大輔、どこかで狙っております。さあ残りは4周回、鈴木一郎が先頭だ。追走する金子大輔、先頭2番との間隔はおよそ1写真です。3番手は伊藤信夫、そして4番手に森を捉えた佐々木が番手を上げました。佐々木が4番手に上がってきています。1番の鈴木一郎、若干リードを開いた。残りは3周回、動きはないのか。やや6番の伊藤信夫が離され始めています。1番の鈴木一郎が先頭です。アドバンテージは2写真ぐらい。2番の金子大輔を突き放し始めております。1番の鈴木一郎が先頭です。そして様々な出来事が過去にはありました。金子大輔、初戦は4着、そして今日はさらなるステップアップになるかどうか。現在2番手の位置を回っています。3番手伊藤信夫、体勢変わらず。4番手には佐々木圭、そしてその後ろに5番の早川誠太郎、現在5番手の位置。森は6番手を回っています。4コーナーを立ち上がりまして、残り周ブルーフラッグを通過しました。1番の鈴木圭一郎、連勝ゴールに視界良好といえる動きであります。2番手には金子大輔、伊藤信夫3番手。このレースはスタート直後から体勢変わりませんでした。1番の鈴木圭一郎が先頭だ。今余裕を持ってチェックを受けました。ゴール、2番手金子、1番の鈴木一郎、危なげなく押し切りました。そして金子大輔、伊藤信夫と浜松勢が上位を独占する格好になりました。鈴木一郎、金子、そして伊藤信夫と入りました。ご覧の入線順です。レースの確定があるまで今しばらくお待ちください。以上12レース。第12レースの確定です。1着1番鈴木圭一郎、2着2番金子大輔、3着6番伊藤信夫でした。1着になりました鈴木選手の競争タイム 3.310 3.310、通算510勝目を挙げています。鈴木選手、1着おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝短式、1番2番1000円ちょうど4番人気、2連勝複式1と2の組1080円。注目の結果は